コナカハグロトンボは、八重山諸島に住む小柄な川トンボ類の昆虫。この地域に見られる特殊なトンボの中では、最もよく見かけられる種である。コナカハグロトンボユフィア八重山なオグマは、トンボ目ヒトシュハネア目南川トンボか南川トンボ族の昆虫であり、この族の日本で唯一の種である。小柄な川トンボであり、見かけの美しい種でもあるが、 死ーでの性的不りがはっきりしているのも特徴となっている。名前の似ているハグロトンボとはあまり関係はない。オスは腹長31から35ミリメートル、甲子長24から27ミリメートル、オスでは甲子がやや短く、より幅広い。この甲子の半ばから先端の少しを除いた部分が褐色に色づいているのがはっきりしたアクセントになっている。 また、羽の表面が角度によっては赤紫色に輝く。前肢ははっきりした濃い縁門があるほかは、ほぼ透明ながら全体が淡く、褐色を帯びる。胴体は胸部が黒地に赤い筋が入り、腹部は全体に赤く、後端近くが黒い。メスは腹長25から28ミリメートル、甲子長23から26ミリメートル、オスよりやや小さい。 メスの羽には、縁門以外にはっきりした反紋がなく透明だが、全体に、やや褐色を帯びる。時に、オスで反紋がある。部分あたりが、やや強く着色する個体がある。胴体と腹部は黒地に黄色い筋模様が入る。山間部の渓流周辺に生息する。ただし類人の環境に生息する多種よりは、やや幅広く、かなり中流域よりにも出現するし、 開けた場所に出てくることもある。その姿が目立つこともあり、この地域の小型のトンボでは最もよく見かける種と言ってもいいだろう。ただし死水域には出現しない。成虫は3月から11月、年によっては12月まで見られるというから、ほぼいつでも、である。若い成虫は、流れからやや離れた林内でいることが多い。成熟したオスは、流れのそばにいて、縄張りを占有する。 普通は、流れの中の石の上などに止まる。ちなみにこのトンボは、止まる時に羽を背中に重ねて立てて止まることと、やや広げて止まることがあり、時折止まったままで羽を開閉したり、やや広げて止まった後、少し動きながら羽を閉じたりするのが見かけられる。交尾は、枝先などに止まって行われる。その後その姿勢のまま流れに沿って飛び、水をかぶった枯れ木など、 産卵に適する素材を見つけるとそれに止まって、交尾を解除する。一定時間の後、メスは後ずさりするようにして産卵を行い、その際に時に水中に潜ることもある。オスはこのままメスを保持し続けるが、水中にはいる時にはこれを話すという。幼虫は、トンボのヤゴとしては、得意なもので、むしろ、平らたかげろうなどに似ている。 流れの中の岩の表面に張り付くようにして生息し、岩の表面を素早く這い回るという。これは似た環境への適応としての修練とも考えられるが、実はこのヤゴは腹部の覆面に体を成した糸状のエラを持っている。これは、カゲロウ類にはあるが、他のトンボ類には見られないもので、この類が原始的な性質を持つことを示している。ウカは、 水中から出た岩などのオーバーハングした部位で行われる。八重山諸島の固有種で石垣島と入表島にのみ生息する。南川トンボ属には約21種があるが、日本にはこの一種のみが知られる。台湾には中ハグロトンボイーホルモササリスがあり、本種にごく近縁と考えられる。この種の当初性賠償型との見方もある。国内においては、 類似の小柄なカワトンボは他にもあるが、オスでは、そのはっきりした退職等のために区別は容易である。メスは、チビカワトンボバヤデラブラバコダイシガキアナアサヒナのメスに似ているが、羽根がやや幅広く、褐色を帯びる点で区別できる。この2種は分布も生活域もやや重なる。沖縄県の RDB では、イシガキ島の個体群を、絶滅の恐れのある。 地域個体群としている。石垣島の方が森林面積も狭く、渓流環境の荒廃が心配されるためである。り表島ではごく普通である。もちろん全体として見ればごく限られた狭い地域の固有種であり、その保護には十分な注意が必要であろう。ありがとうございます。